皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。本日はお客様の方からご質問をいただきまして、 B レジェンドのスタッフの中でも、ボディービル系メンズフィジークだったりも含めて大会に出てるスタッフが選手としてどういう感じのご飯を食べて減量をしているんですかというお問い合わせがありましたので、一応私もボディービルの大会に出てますので、その話をさせてもらいたいなと思います。結構その男性の店主の方あるあるだと思うんですが、割とその毎日同じようなものを食べてるというのは私もそこに当てはまりましてですね、だいたい平日はほとんど同じものを食べてます。メインとなるもので言うと鶏胸肉なんですが、私が住んでる近所のスーパーにはですね、鶏胸肉を皮を剥いだ状態でミンチにして製品として出してくれてるスーパーがありまして、最近はもっぱらそれを使ってます。鶏胸肉のミンチと冷凍したカット玉ねぎと冷凍してあるカット椎茸、これを使って最近はそぼろ丼を作って食べてます。これがだいたい毎日朝ご飯と昼ご飯、夕方そうだな3時4時くらいにプロテインを2食分 60g パウダーかなを飲んで、でその後18時19時くらいからトレーニングをして、トレーニングが終わったらプロテインとマルトデキストリンを 100g くらい飲んで、グルタミンクレアチンを飲んで、炭水化物を取るタイミングはそれが最後でして、その後、寝る前に私、お酒が好きなので晩酌が好きなんですけど、減量中はあまりその辺頻繁には行えませんので、魚のお刺身ちょっと安くなってるのをスーパーで見つけてきて、それを、当てにノンアルコールビールを飲んだりということを、毎晩してるのが平日の食事プランですかね。炭水化物で言うとタイミングとしてその、朝ごはんと昼ごはんとトレーニング後3回で今は行っていてですね、これもその減量の状況にはよるんですが、多い時だと1合くらい、食べてまして、そこから今の段階だと朝ごはんは1合、昼ごはんは 0.5 合みたいな感じで炭水化物の量は調整をしています。トレーニング終わりのマルトデキストリンも今 100g 取っているんですが、トレーニング前の炭水化物は今取ってなくてですね、まだ減量によってパワーが落ちるっていうような体感がないのでそれでやってるんですが、今後ちょっとそのパワー不足というかエネルギー不足がトレーニング中に感じられるようなタイミングになったら、トレーニング後のマルトデキストリンを半分にしてトレーニング前に回す、もしくはトレーニング前にどら焼きだったりそういったものを食べるというような感じで炭水化物は少し調整をしようかなと思っています。で、朝ごはんと昼ごはんほとんどの場合プラスで生卵ですねを1個ずつそぼろ丼に落として食べてますので、だいたいそれが1食あたり鶏胸肉が 200g くらいなので、1食で 50g くらいタンパク質が取れてる計算になるかと思います。で、1日の総量でいうと、200g から230g くらいタンパク質を取ってることになります。で、脂質はあえて取ってるところで言うと卵、朝昼と夜寝る前のお魚の脂、このお魚がたまにそのコンビニで買う生ハムに変わったりっていうところはするんですが、でもその辺くらいの脂質量には抑えられているので、1日そうですね、脂質の量で言うと多分 50g は下回ってると思います。30とか40とかそれくらいのレベルかと思います。休みの日に関しては昼前ぐらいにトレーニングすることが多いので、朝起きたらプロテインを飲んで、そこでアンパンだったりを食べて、でトレーニングしに行って、昼食のような感じでトレーニングが終わったら、ご飯と、私魚が好きなので土日は割とお刺身を買ってきて食べたり、鮭を焼いたり魚を食べることが多いですし、日によってはジビエ肉ですね、鹿だったりイノシシだったりっていう肉が好きなので、そういうのをトレーニング後ご飯と一緒に食べたりします。結構土日については、炭水化物をしっかり摂るのがそのタイミングくらいで、あと夜にかけてはお腹が空いたらタンパク質と、あと野菜でお腹を満たすような感じでやってます。たまにお酒も飲みます。特に心がけてることで言うと、なるべくその食事として1日3食っていうところ、あまりそのボディービルやってるからといって特殊な食事スタイルにするのもどうかなと、
まあ、学生時代は本当にね、弁当5つとか持ち歩いて2時間3時間おきに食べてたりもしたんですけど、そういうところでちょっとその神経を使うのもなんか違うかなと思ってるので、なるべくその普通の方の生活スタイルと同じような生活スタイルでご飯が食べれるようにっていうのを最近は気にしています。で、まあ体感で言うとそこまでやっぱりストレス自体は起きてないので、まあこれから減量を進めていくにあたって辛い時期も来るのかなとは思うんですけど、今のところは特にそこはストレスなくやれてるので一旦はいいかなというところではあります。まあ鶏胸肉をかなり皆さん使う方が多いかなと思うんですけど、毎日毎食鶏胸肉で全然大丈夫だよっていう方はそれでいいかなと思うんですが、まあ、ちょっとその息抜きでタンパク質源を変えてみるのもいいのかなというのはちょっと思う次第ではありますね。魚が好きな方は、まあ、魚をちょっと入れてみたり、それを楽しみにしていくっていうのも一つかなと思います。このように、まあ、減量の食事メニューにして、で実際どれくらい減量をしてるかっていうと、2ヶ月3ヶ月の間に大会2つ3つ出るようなスケジュールでやってるので、最初の大会まで、まあ、半年くらいで、最後の大会まで、まあ、2ヶ月くらいプラスなので、だいたい年間8ヶ月くらい減量をしています。どうしてもそのオフの時に私は体重を増やしてしまって、まあ、毎回その20キロ、25キロの減量になるので、それくらいの時間を要しているんですが、まあ、これは正直おすすめはできなくてですね、減量幅が少ない状態で短い期間で減量をした方がいいとは思っているのにできてないというところなので、今後そこが課題になってくるかなというふうには自分は思っております。はい、以上です。